まして、いちごミロクのいちごです。ブログでみんなの心が癒されるようなお話を書いてます。性同一性障害者で元男性です。睾丸摘出済みです。生年月日は1969年昭和44年10月28日生まれで51歳になります。人格がいくつかあるようで、普段お家にいるときは子供のように遊んでます。以前子供っぽさがわかる心理テストをしてみましたら、子供じゃなくて赤ちゃんと出ました。幼い頃は自閉症の疑いがあると診断されたこともあります。喋るのが苦手で、大人の会話も苦手で、小さい子供の方が話が合います。でもブログを書くときは人格が変わります。ブログの内容は宇宙に教えてもらったことなので、信じられる人だけ信じてもらえれば大丈夫です。なんでこんな格好かと言いますと、いちごさんの中にいるこの人格にすごく近いからです。20年前は大型トレーラーの運転手さんをしてました。その頃